友達との旅行の予定だったんですよ。あ、プロの騎士があるから私ここが好き。この辺には飛鳥に都があった時代にたくさんの渡来人がやってきました。人と人はさよならのために出会うみたい。ゆいさん、俺たちさよならのために出会ったの。おでんさん、何？